なんだかお金の話ばかりですが、7年前の500ドルの借金は、まだ返せていなかったようですね。私、計算が弱いので、間違っているかもしれませんが、今のお金にすると、約162万円。意外と少なかったけど、時代背景を考えると、優子さんが500ドルを稼ぐためには、単純計算で1000日間、休みなしで3年弱も働く必要があるとか、うまく返済計画を立てたら返せるんじゃない?と私は思ってしまったのですが、今回の借金ですね。家が建てられるぐらいらしい。好意的な感想をほとんど見かけないちむどんどん。確かに見ていてちむがどんどんしないんだよね。この後面白くなるのかな?こちらが真面目に向き合おうとしているタイミングで、良かれと思っているのか?空気が読めないのか?茶化してるのかい?と魚でしてくるような演出というか、複雑打撲とか?時々、めちゃくちゃ、心を置いていかれますね。下地先生の告訴までは、やりすぎとしても、迷惑をかけたのだから、謝罪はすべき。なぜに、渦巻きの風呂敷で隠す?苦労して教職に就いたネーネーの演説は、いっぺんに打ち消し、告訴しない代わりに、歌子を歌わせる。みたいな流れになったら嫌だな。という予想が当たりそうで。って、当たったよ。大吉先生の言う通り、一旦落ち着いて、明日までに、やらなきゃいけないことを、整理しておくように。ということで、また明日。